自民党の二階俊博元幹事長の三男で、公設秘書の信康氏が次期衆院選の新和歌山2区から出馬する意向を固めたことが15日、党関係者への取材で分かった。17日に地元、和歌山県田辺市内で出馬表明会見を開く。二階氏が選出された和歌山3区は、衆院選挙区の10増10減、により新和歌山2区に再編。 二階氏は自民派閥の政治資金パーティー収支報告書不記載問題を受けて次期衆院選への不出馬を表明していた。同選挙区では元県議の楠本文郎氏が共産党公認で出馬する意向を表明している。